ダッシュでこずどん、武田でございます。新しいスパイクを購入いたしました。どういうサムネイルになってるかわかんないから、今みんな中身が知ってるのか知らないのかちょっとわからないんだけども、現物も何も見てないから、めちゃくちゃ楽しみで、すごくワクワクしてます。これが僕の住所になってるんで、皆さん、プレゼントはここまで送るように。3、2、1、ユニッション。ということで、アディダス×マーベル、ブラックパンサーのコラボスパイクです、これ。かっこよー！スクポチ！実はいろいろ経緯がありまして、説明していきたいんですけれども、まず早速中身見ていきましょう。はい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 。箱もまず普通にかっこいいよな。こちらが納品書になってて、ステップ限定なのかな、ステーゲンなのかな、ちょっとわかんないけど。ステーゲンとかめっちゃダサい言葉今言いましたけど、そんな言葉存在しません。必ずお読みください。商品不良に関する注意事項。シューターター部分脱板つなぎに関してちぎりやすい仕様になっていると。さあ皆さん、早速開けていきたいと思います。おぉ、やばい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 。あー、開け方下手くそ。プルー事項、いくね。アンビション。バチコンかっこいいでしょ。履いてみたいなとは思っていて、なんとなく渋ってた時に、ブラックパンサー、黒紫金、絶妙に刺激してくるよね、この男の中二病心を。買った経緯が3つありまして、かっこよさ。うん。見てこのギラギラ。2つ目、一度履かしてもらったことがあって、結構感覚が良くて、試合っていう感じではないんですけど、まあ練習用で僕もドラゴンフライとか履かしてもらってるんですけど、そういう感覚、試合ではなくて練習用、やっぱずっとマックスぐらいまで練習できないわけですよね。そういった時にここはちぎれやすいようですけど、履いた後に関しては多分特に壊れやすいっていう部分はあんまりないと思うので、まあ丈夫さというか、アッパーも多分ドラゴンフライとかでもしっかりしてそうだから、そういう意味ではちょっと練習に適してるのかなというところではあります。僕もドラゴンフライ履かしてもらってるけど、やっぱりちょっとドラゴンフライ見る位置を、こちらがドラゴンフライの、僕のチャンネルを見てくれてる人でわからない人はあんまりいないのかなとは思うんですけれども、このドラゴンフライも結構履かしてもらってて、中長距離用に作られてるものなので、ビクトリーとかと一緒で、ちょっとこのアッパーの耐久が短距離の練習にあんまり適してない、破れやすいのかな、怖さもありながら履かしてもらってます。アッパーの心配とかを払拭させる時ちょっと怖そうなんだけど、それ以外だったら問題はないかなってとこで、まあ自分が一回履かしてもらった時にも感覚が良くてっていうところで、練習にはいいかもねっていう話で試してみたいなってことで、実際自分で買ってみたっていう流れが2つ目で、3つ目なんですけども、小沢店さんの皆さんが大好きな小沢を一緒にスパイク探しに行ったっていう動画をあげたんですが、これが出て、この色一緒に買いませんかみたいないう話になったんですよね。ああ、もう買うかつって2人でこの色を買ったっていうことで、これから試しに早速このスパイクを履きに行きたいと思います。陶器のお供になるのか、プレゼント企画に飛ばされてしまうのかちょっとわかんないんですけれども、今日しっかり履いていきたいなと思います。ダッシュで行こうぜ。さあ来ました。ちょっと僕今日ね、本当に家で開けたばっかりなんですよ今日。これが発売になった時にちょっと小田さんに連絡して、一緒に陶器でこのスパイクで頑張ろうという話をしましたね。いただきました。したね。それ覚えてるね。はい。じゃあこれ買いましょうって言ったね。ちゃんとこれを買いましょうって言われた。言ったね。で、僕が買ったのはこのアンビション。アンビション。ちょっとね、裏がギラギラしてて、厚めの。ずっとアンビションを買って練習しようって話をしてましたね。小田さん、持ってみてください。自分のスパイク。あれそうだ。しかも何がびっくりしちゃって、はい、武田に見せてもらうまで全く気づかなかった。これは裏がさ、金だから。金ですね。めちゃめちゃかっこいいなと思って最初見てたんだけど、はい、なんか違う。違うと。俺のは3本線が入ってる。かなり動揺しました、ね。動揺しました、うん。値段も違ったし。そうだね。僕のが17,000円で、小田さんの、これ、結局名前が何でしたっけ、アバンティみたいな。僕がアンビションってやつで、野田さんがアバンティ、うん、まあ揃いでいいか、これはこれで揃いでしょ、だってこう見たら確かにねギリギリセーフだね。物は違う風になってしまったんですけれども、うん、あのせっかく競技場来てるので、体動かしてからこのスパイクの感想を今回話していけたらなと思います、はい、楽しみです。はい、練習の動画とかで、ね、もしかしたらオーセティと小田沢さんとスペシャルな感じで今日やるんで、またそれはそれで別に上がるかもしれないので、ぜひ皆さんぜひチェックしてくださいということで、まずはスパイクの具合をちょっと楽しみにしてましたもんね。楽しみにしてた、うん、しかも何がやばいって、はい、アベンジャーズそうなんですよね、ブラックパンサーです。ブラックパンサーか、はい、かっこいい。何書いてるか分かんないところアディダスワンサイズを1個小さいのを買いました。それはちゃんと伝わってた、うん、これは伝わってた。で、逆に大きかったら靴下脱げばいいです。あ、でもね、一応ね、足入れをしたんだよね、はい、なんとなく。でもちょっと大きかった、気
のち。うん、どう、あ、つま先、ただ余ってるもん。本当だ、そんな気になんない、うん、気になんない、余ってる方がいい。あ、むしろ、うん、それは無理、余ってるのは。余ってるのは無理だね。あ足が多分幅広いからさ、横がちょうどいいんだよね。世界の一層と東洋の一層霞むな。ちょっと覚悟してたけど霞んだな、一気に西江の話。いやいや、しょえなかったな、なんかなんか信じてたんだけど、ね、途中まで。高3で10秒55はやっぱり原石ですよね。大津で高校生の時いくつだったんですか。23です。だって高校記録更新したもん。そっか、桐生の前か。桐生君にも一緒に桐生の前か。10秒23だよ、加速そうだよ俺も。さあ、小田さん、小田さん、話がどうですか、入った感覚。不思議、柔らかい、ふにふにしてます。ふにふにしてます、かっこいい。似合うね。ブラックパンサーって言いますね、小田さん。あ、そうだった、いいよ。すげえボスボス言う。忙しかった。忙しかった。忙しかった。まだ多分慣れてないからさ、グニョンってなっちゃった。あー、グニョン、うん、なんか設置してグイってなっちゃった。そう、走るの下手くそだった。でもなんかね、うん、跳ねた。跳ねました、思ったより。うん、いや、でも面白い。なんか早く走れそうな気がする。思ったより走りやすかった、うん、ちょっと本当ですか。怖かったけど、立った時はやらっかって感じだったから。やっぱその設置してからそのラグがあると思うんですよ、そのグニョンって。その、うんうんうん、それは気になったんですか。気になんなかったね。なんかプレート硬って感じだった感じ。あー、多分このカーボンなんで、多分ダッシュで行こうぜ。ここが本当に破れやすいらしいんですよ。繋がってる。そう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 。ワンサイズ小さいの買いました。あ、ジャスト。プレートがかっこいい。プレートは完全にこそこっちが好きでしょ。うん。ギラギラブラック。完全に田舎のヤンキーですから。確かに作りが。ブラックパンサーに怒られるよ。大瀬戸にもぜひ履いてほしかったんだけど、サイズがな。でもまあ同じ紫なんで、ほぼおそろと言ってもおかしくないな。みんな、え、うわあ、一緒だ一緒だ。遠目から見たら一緒だ、うん、高校生みたいな顔してんだ。え、でもなんか小田さんのスパイクと比べて、遠目から見たらなんかこう潰れてる感じないっす。小田さんの結構遠目から見てもめっちゃクッションしてるなっていう印象です。そうなんだ。ビデオ越しだったから何も分かんなかった。そうそう、めっちゃいいだ。めっちゃいいだ。めっちゃいいんだ。安定するし、羽感も申し分ないし、足に優しいな。やっぱカーボン入ってないんで僕の方は。あー、そっか、はい、前足部分、この厚みもそうなんですけど、かなりこうなんていうのかな、いいビードの違和感というか、前でこう取りやすいような感覚になってるので、変な傾斜もないし、後期、うん、ちょっとスピード出すというか、200とか250あたり、うん、まあ、300もそうですけど、うん、気持ちよく走れるそうだな。本当にいいですこれ。設置してから帰ってくるまでのラグっていうのがこっちだとあんまりない。馴染みやすいかもしれないです皆さん。あ、そうなんだ。はいはい、いいですねこれは。ありがとう、はい、小田さんとおそろっぴ。やだ、色だけ、色だけおそろっぴ。そう、ちょっとこれで本当に陶器店を頑張っていこうかなと思います思います。いや、皆さん期待してるんで小田さん。いや、僕も10秒今のところ89ぐらいの力なんで。情けない話なんですけど、この間走りって50メートルあたりで足がもつれるという。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。